チャンネル。以上。また野球界関係ない人呼んできました。おめでとうございます。フレイさんです。おめでとうございます。有名なフレイさんですよね。有名フレイさんとやれば、はい、視聴回数が増えるっていう噂の。ありがたいよね。いや本当にでもそんな大した理由じゃないですけど、僕ちょっと自己紹介です。はい、どうぞどうぞ。はい、とプロ野球スピリッツエースっていうゲームを中心にゲーム実況をメインでやらせていただいてます、はい、クレイと申します。普段もう里崎チャンネルの方は毎日のように拝見させていただいて、本当に里崎さんが YouTube 始められた時本当に僕嬉しくて、はい、それこそ本当にまだ全然プロ野球選手が今ではもうたくさんいらっしゃいますけど、本当に早くに始められて、はい、本当にもう毎日のように。大丈夫ですかコメント。全然もう毎日楽しませてもらってます。ゲーム実況って、はい、僕いつも気になってたんですけど、はい、ゲーム実況って何の実況してるんですか。僕はその、まあ、今さっきも言わせてもらったんですけど、プロ野球スピリッツエース、プロスピー、プロ野球のゲームなんですけど、まあ、特にガチャですね。ガチャであったり、あとは選手の解説というか、そのゲームの中での、まあ、選手の評価とか、あとはそのゲームの攻略ですね、解説の部分を僕がメインでやらせてもらってます。ゲームの中の人の解説ですね。そうですね、はい、じゃあリアルな解説者、はい、デジタルな解説者。そうです。本当に今回はもう光栄でしかないです、ね、だからリアルとデジタルがコラボやから最強っすよね、はい、ありがとうございます。しかもなんか最近、はい、僕のガチャがまたあったらしくて、はい、そうなんですよ。なんか聞くところによると、はい、守備が B だったのに、はい、A になってるっていう新機能で、はい、2020のグランドで、はい、特殊って言われる機能で来たんですけど、はい、そこで守備能力をさらに強化できる、はい、で佐々木さんの守備が B78、はい、あ79でしょ、はい、ギリギリのところだったんですよね。プラス1とかプラス2とかができるように今回なったんですけど、はい、佐々木さんの守備 A っていうのができるようになりました。ねえ、はい、これあれかな、 B じゃ納得できひんって言ってたのか、コナミさんに聞こえていって届いたかもしれない。忖度で A にしてくれるようになって。え、待って、これは俺、コーナミ結構仕事してるよ。うん、もうちょっと。え、これ B ランクのじゃなくて B ランクの佐藤さんじゃなくて。いやいや、最強の僕です。最強の佐藤さんが守備も、守備 B、うん、守備 A にしてくれた方がいいですけどね。そうですね。だって、1000試合以上出場で、はい、僕一番パスボール少ないんですよ。うん、あ、そうなんです、ね、盗塁阻止率4割も取ったことありますし、はい、守備だけちょっと A にしてもらえないですかね。え、まあ、黙って A にするのもあれやから、頑張ったら A になる機能にしとこうみたいな。それかもしれないです、もしかしたら。これあれかな、言ったらなんのかな、他なんかあるかな。他、そうですね、スローイング C もちょっと納得できんな。これも捕球とスローイングも上げられるようになったんで。そうなんですか。全部上げられるようになったんで、捕球も A、 あとスローイングの B っていうところも届くようになりました、まあ、捕球はね、だって俺パスボールしない歴代リアルプロ野球選手でナンバーワンなのに、はい、B はおかしいもんね。そうですね。S でもいいぐらいだよね、はい、S あるんですか。 S っていう時、能力も一応存在します。おお、はい、S っすね。だって次は1000試合以上出てる選手の中でパスボール、はい、僕歴代プロ野球 OB の中で一番少ないんですから。いやいや、やっぱ補給 S じゃないとね。それはもう僕が S じゃないと誰が S やねんって話じゃないですか。小中、はい、さん S 待ってます、お願いします。お願いします。あと打撃能力も、まあ、あとこう称号っていう機能でミート B とかももちろん狙えるように。まあミートはね、打率やっぱり規定打席出して3割打ってないんで、まあそんなあんまよく言えないですね。あ、なるほど。こういうとこ大事ですよ。あ、そうですね、まあ、そんなんもい何でもかんでも上げてもらったら、はい、それもう僕じゃないじゃないですか。それもなんかサクセスストーリーで全部 S にしましたみたいな感じなんで、はいはいはい、リアルにしなきゃいけないから。バッティングはこんなもんですね。でもやっぱり守備、そうですね。でも今回 A になってよかったっす、はい、ありがとうございます。次、補給 S お願いします。はい、ということで、はい、まあ、里崎選手の能力の話は以上なんですけども、はい、ちょっと今回は、はい、里崎さんにガチャを回していただきたいと思っておりまして、はい、今何のガチャがあるんですか。今来ているのが、はい、このヒートアップスカウトっていう、はい、S ランク登場確率2倍のガチャが来ているんですけど、はいはい、ちょっと僕、今ロッテの選手が欲しいなと思ってて。お、いいじゃないですか。でもそれも里崎さんに引いていただこうと、はい、今のね、僕の中のロッテの一押しはね、種市ですね。いやー、そうですね。僕もちょっと種市選手、はい、今年注目めちゃくちゃしてて、はい、ただ残念ながらまだ種市選手の S が出てないんですよ、はい、あー、それあれだな、まだ知名度が低いからね。まあでもちょっとシリーズの関係でグラウンドオープンしたばっかりで、今4選手しか各チーム出てない。だからその4選手に入らない知名度がないのが残念なんですよ。あ、なるほど。やっぱその4選手に入ってくる知名度と実力があったら誰でも入れるわけじゃないですか。はいはい、
僕がもし入ってなかったら激切れっすね。今誰ですか？一応今出てるロッテの4選手が角中選手、三馬選手、レアード選手、東條選手なんですよ。で、まあ、それぞれポジションで1人ずつ出てるような形で、レフト、先発、サード、中継ぎの4選手が出てる感じなんですけど、まあ、今僕東條選手を獲得してるんですけど、あと他の3選手はちょっと佐々木朗希もあるよ。あ、この佐々木選手はイベントの限定の選手としてちょっと登場してるんですけど、どうですかこの能力。今現時点では球威 B73、制球 D54、スタミナ D54。 あ、でもすごいリアルちゃう。だって、ね、その制球も確かにマックス163キロ投げたっていう事実はあるけども、はいはい、じゃあ果たしてシーズンにおいて1試合投げたらアベレージ何キロなのかっていうと、はい、やっぱ球威 B ぐらいに落ち着いてくるちゃう、はいはいはい。で制球 D とスタミナ D もまだそんな投げてもないし分からない中で B とかつけるのも逆におかしいから、コナミさんさすがです。お墨付きを。いや、リアルです、リアルです。僕リアルだと思うんです、これ。なるほど。でここからまたね頑張っていけばどんどん上がっていきますけど、最初はこんなもんでしょ、まあ、逆に、ね、1年目の選手の中でもちろんかなり高い評価だと思うんですけど、はいはい、ここに引けるんですか？出てくる可能性あるんですか？ここはちょっとガチャでは出てこないんですけど、はい、も僕もちょっと獲得しに行こうかなとイベントの方で、はい、あ、イベントで勝ったらもらえるんですか？そうですね。おー、それはやりがあるですね。はい、皆さん勝ち取ってください。ガチャじゃ無理なんで。ということでちょっとガチャの方に行きたいと思うんですけど、はい、じゃあレアードあたり引いておきます。ホームラン、レアード選手欲しいですね。ホームラン打ちたいでしょ、だって、はいね、レアード選手めちゃめちゃゲームの中でも強いので、はい、でもミートカーズ小さいんじゃないですか？ちょっとミートは低いです ね、若干能力的にはレアード選手がこんな感じの能力なんですけれども、うん、ミート C63、まあまあそれは仕方ないですね、ちょっと打率は低いんでね、はい、で、三馬選手、移籍の三馬選手は能力高いです。三馬結構高いね、高いですね。コントロールがかなり高くて、ね、なんかリアルより良くなってんちゃう。それ大丈夫ですか？何が使っても大丈夫。なんで俺解説者だから。いや、そうリアルな。ちょっと僕あの普段素人なので素人目線であの選手にいやこれはリアルより高いだろって言ったらめちゃめちゃ叩かれる。それちょっとあのごめんなさい、僕目線すいません。ちょっと普段僕めちゃめちゃ気使ってるんですよ、視聴者さんにも対しても。そのやっぱ結構言われるんで、その選手に対して、まあ、あくまでゲーム内に対してなんで、うん、そこは割り切って言ってるところもあるんですけど、うん、普段やっぱかなり気を使ってよ。そうなんですか？忖度してるんですか？いや、忖度とはちょっとまた難しいですけど。そんなんもう炎上する方が逆に話すよ、はい、あ、なるほど。だってそれだけ見てくれてるってことでしょ、はい、だからいいじゃないですか。この何も炎上もハッピーもなかったら、ただ勝手に自己満でやってるだけですよ。まあ確かに、それもきついでしょ。だからもっとガツガツ言ってやったわけですよ。了解しました、はい、ありがとうございます。じゃあ今日言いましょう。大丈夫かな。頑張ります。はい、で角中選手の、はいはいはい、ちょっと角中ちょっと、ね、そうだね、落ちてきたね、はい、なんかね、やっぱこれあれだな、年齢による老化だな。一時期でも本当にミーと A ね、ね、だからいやこういうところちゃんと落ちてくるところは落ちてきてるように撮ってるから。そうですね、さすがっすよね。リアルですね。ね、走力 B もあるから。まあまあそんなもんかっていう能力。守備の能力低いね。そうですね、ちょっとレフトのでもね、角中スローイングはいいよ。へ、もっと高いですか？うん、あの結構補殺するもんね。あとコントロール、それは肩がじゃめちゃくちゃ強いかっていうとめちゃくちゃ強いわけじゃないけど、強い部類には入るし、うん、取ってからも速いしコントロールいいから、スローイングはもうちょっとよかったかもかんないね。なるほど。あとはもうそんなもんだね。はい、じゃあ僕も今角中選手かなりちょっと能力落ちてきちゃってるんですけど。じゃあいらないですね。いや、あの欲しくて。え、欲しいんですよ。能力欲してるのに。あの、まあずっと角中選手は過去シリーズの強いものとか持ってるんで、その継承って言われるその新しいシーズンに切り替えることができるんで、確率高いんで、能力はちょっと落ちちゃってるんですけど、そのゲーム内での数値っていう部分ではちょっと上がってる部分もあるんで。ああ、そうなんですね、はい、能力落ちてるからもういらないのか。ちょっと欲しいなと思ってるところです。なんでぜひちょっとこの3選手を特に聞いていただきたいなと。で、いいですか？はい、ちょっと演出もそのグランドオープンでとこで変わって、うん、そうですね、なんかちょっとパチンコみたいな演出って言われてるんですよ、うんうん、ちょっと長押ししていただいて、これがレインボーになると S 確定なんです。もうワンランク、あー、いかないですね。で、話してもらってます。いや、もっとおっしゃってるのかもですよ。結構なんか良くなってますね、これで、うん、飛んで、これなんか最後にっこり出ると S 確定なんですけど、うん、今ちょっと出なかったですね。ちょっと僕もまだこの新しい演出、まだ本当に数日しか経ってないので、はい、あ、野森さん、あんまり分かってないところであるんですけど、うん、柿沼出ましたよ。柿沼選手に、あ、誰かこれは、あ、牧原選手でしたね。この辺はでも A とかいらないでしょ。まあでも A ももちろん使い道はあるんですけど、やっぱりちょっと S 欲しいですね。そうですね、
はい、お願いします、20名見たいっすよね、なんかあのその演出を。そうですね、これ今もちょっとさっきと違って月が出てますね。これに流れ星まで来てると確定なんですけど、でもちょっと期待できる。流れ星のほんとマチンコみたいやな。そうなんですよ、そうなんですよ、ここも金とかがあったりするんで、はい、基本的にも虹が出たら大体大当たりみたいな感じです。いやー出ないですね。ここでいやー厳しいな、にっこりするといい演出なんですけど、今日ちょっとあれですね、ちょっとまだ来てないですか、パワーが。お、ゆうていさん、でもそれあれがなくてもエース出ることないんですか。 あります、うん、あ、パワー選手、うん、初めてこうちょっと追加もらったんですけど、どうですかパワー選手は。始まってもう開幕しないから分かってますよ、ね、もうみんな何やってんのやろな、ほんとに。今しょうがないですよね、はい、30連お願いします。ちょっと出演して、あ、ちょっと好きなくなっちゃいましたね、もうなんか一気にやる気なくなったっすあ、でも期待ちょっとできるやつですね。そうなんですか、はい、何ですか今の。金だったんですよ、文字が、はい、おー、ワンランクがいかない。あ、いいんすか、ね、このもう一個上があるんですけど、うん、ちょっと期待できるかなっていう。いやー厳しい。おー、サラ選手、でも A が多いですよ。あ、 A めっちゃ出てますね。俺ちょっとかぶった。 A めっちゃいい。 A めっちゃ出ますね。ちょ、どういうこと。ほら A めっちゃ出る。こんなことあるんですか、逆に。 A 今何枚出ました。6枚ですよ。これなかなかないです。A も一応確率的には 8% とかなんで、8% は引けてますね。じゃあ軽減税率ですね。確かにそうですねちょっと S ランク出ないと帰れないですねS ランク出るまで帰れまてん的なやつですか。ちょっと企画変わっちゃいますね、うん、でもさすがにこんだけ回したら出ると思うんですけど、いやー緑にもちょっと逆にちょっと下がってるし、今までで一番何もないですよ。おー、今までで一番演出何もないですよ。ちょっと今の渋かったですね。カグラが来ました。 B は出ましたね、うん、S をお願いします。おー、中村翔吾いいですね、うん、中村翔吾選手の守備査定がかなり高くて S だと守備 A なんです。へー、守備範囲がかなりやっぱ広いっていう評価。そうですね、はい、スローイングがたまに傷つけど守備範囲は広いですよね。動きもスピーディーだし、こんだけやって出ないんですか。お、ワンチャンいきますね、これ。お、いい感じになってきました。これもう一個ですね、期待できます。これレインボーに。おー、これ勝手です、これ勝手です。あるある、これいけるかもしれないですね。 S2 枚とかあるんですか。ありますね、S2 枚出ればと3枚とかも可能性あります。これが、ああそういうやつか、はい、なんかもう死んだ人だってそうだった、そう本当に死んだ人だよ。あとは誰が出るか。 B ばっかりですね。お、ここ、おおー、田口さんでした。もう1枚来なかったです。一応田口選手の能力見ていただいてもいいですか、うん、この能力なんですよね。まあでも去年中継ぎでよかったしね。はい、なんで今年のものは中継ぎの適性もかなり、まあ、でも変化球結構曲がりますね。変化量、そうですね、大きいと思います、ね、で通信を持っててゲーム的にはこの通信は結構強くて、だからこう持ってるかどうか結構キーになったりしてるポイントなんですよね、っていう田口選手です。ありがとうございます。ロッテ出ないですね。ロッテちょっと出したいですね、うん、でもちょっとこれで流れは良くなったんで。お、も出る気がする。お願いします。あー、ここちょっと低かったですね。なんか一回すごいの見ちゃうとあのがっかり感ががっかり感が半端ないです。おー、おー、すごい連続あとはちょっとどっちが来るのを待つわけですね。おー、こう天国に行かれましたよ。お、
おー、島本 S なのにがっかりするって何やろ。いやでも島本選手もかなり能力このシリーズで上がって強くなったんですよね。あ、また一応島本選手を見ていただいていいですか。この能力で島本選手、うん、結構能力が、でも去年もね、はい、中継ぎでいい働きしたし、そうですよね。で変化球の部分が特にスプリットが A になったりとかしてて、かなり強化されました。ありがとうございます。なんかこのがっかり感ないよね。なんとも言えない、ちょっと、はい、ちょっと狙いじゃなかった。じゃあ最後にしましょうか。はい、これ最後です。おっ、おっ、また3連チャンあるかもかです。3連チャンそうそうないんで、もし出たら相当すごいです。もう1個、あー、いかないですね。あ、飛びすらしなかった。ちょっと今の今の逆にびっくりしたし、そうなんですよ、天国に行かないパターン、はは、空にも行かへん、空にも行かないパターンもあるんですよ。おー、正しい。なるほど、まあ、ねっていう感じですよ。まあでも S2 枚いきましたしね。 S2 枚は本当に、はい、あと皆さんやってみてください。どんなに難しいか。いや本当にこのゲームの S ランクはね出ないで。しかも好きな球場の、あ、好きな球団の好きな選手を引くのは相当難しいですね。難しいです。今回本当にしかも確定も全くないガチャだったので。だって今までだったら4分だって1チーム4人でしょ、はい、っていうことは48分の1でしょ。そうですね、狙いの1選手は結構 5% でしょ、はい、めっちゃ低いし、確率具体的な数字とかなり低いですね。 0.10 とかそういう世界だと思います。それをこの動画内で2個 S 当てたいから、そこはどうかっていうところはもうみんなが判断する、ね、皆さんに判断していただいて、はい、さすがです。でもね、今後もね、言っていきたいですね、自分の数値がどこまで上がれるか。僕はもう言ったもん勝ちみたいなのももしかしたらあるかもしれないですね。でもなんかある方は言っても上がんなかったらしいですけどね。それはどうなったんですかね。うん、なんかある方はあるかな、よく知ってるある方は、はい、なんか言ったけど全然上がんなかったらしくて、ちょっと僕もコラボさせていただいたある方は、ね、多分その方かな。上がんなかったから、多分推しが弱かったかな。あ、なるほど、やっぱりガツって言った方がいいかな。まあ、ということで、はい、今度はクレイさんの方の動画にも僕が出てるんで、続きてそちらの動画もチェックしてくれればいいと思いますけど、S は出たけどロッテは引けなかった、佐々木は持ってるのか持ってないのかは皆さん次第です。